1930年頃の那覇市地図。シュガーローフの戦いとは1945年5月12日から18日にかけて行われた沖縄戦における戦いの一つ。日本陸軍の首里防衛戦の生誕に位置しており、守備隊の独立混成第44旅団配下の部隊が進撃してきたアメリカ第6海兵士団と激戦を繰り広げた。日本軍は アメリカ軍が呼んだ、シュガーローフ、ハーフムーンの二つの丘と、それらの南側の馬蹄傾斜面である、ホース州を巧みに連携させた、防御陣地を構築し、アメリカ海兵隊を一週間にわたり撃退し続けた。シュガーローフの丘は、戦闘が行われた一週間で11回も持ち主を変え、ハーフムーンに至っては、アメリカ軍に主導権が渡ることは一度もなかった。 この戦いで海兵隊側は2662名の戦死傷者と1289名の戦闘疲労患者を出したとされる。日本側の損害についてはこの戦闘に限った統計がないため明らかではない。シュガーローフとはアメリカ海兵隊の目標区域 7672G に対して1945年4月14日に ウッドハウス中佐が名付けた故障で、日本側は同じ丘を朝と52高地と故障していた。戦前、地元ではこの丘から、ケラマ諸島が眺望できることから、ケラマチーズと呼んでいた。なおシュガーローフは、もともとアメリカ南部地方の菓子パンのことであり、ウッドハウス中佐は、ガダルカナル島における訓練で使用した丘にも、同じ名をつけている。 米第10軍のバックナー司令官は、進撃のスピードが遅いとの各所からの批判に、さらされていた。このため、沖縄北部戦線を予定よりも早く完了した第3水陸両用軍団の第1海兵士団と第6海兵士団を南部戦線に投入し、西側から防衛線を突破する計画を立てた。一方で、日本軍は、すでに消耗していた第62師団の後方で、 首里防衛戦の再生翼の朝と地区に、知念半島で第二の米軍の上陸作戦に備えていた独立混成第44旅団を北上させて配置した。日本軍はこの場所を突破されると那覇市街を米軍に掌握され、さらに首里司令部の裏側に回り込まれて包囲される恐れが出てきたため予備兵力と残った砲兵力を おしげもなくつぎ込む体制を整えていた。5月16日から17日にかけての米軍の進撃図。地図中央左側には、シュガーローフヒル、そのすぐ下に、ザ・ホース州、少し離れて、地図右側に、ザ・ハーフムーンがある戦場の地形は、防御側に極めて有利であった。シュガーローフの南側には馬蹄型をした、ホース州と呼ばれる斜面があり、 日本軍の迫撃砲陣地があった。窪地であるため、米軍は直接攻撃を加えられなかった。シュガーローフの東側には、米軍がハーフムーンと呼んだ丘があった。ここは地元では大道模入と呼ばれ、古い沖縄式墓がいくつもあって、日本軍はそれら馬鹿の中に豪を掘り、いくつもの豪と連結させていた。これら複数の丘からなる。 防御陣地は、互いに互いを補完する形で高度に要塞化され、地下に掘られたトンネルで繋がっていた。それに加えて、一帯は、首里高地の日本軍砲兵隊から、見通しが効いたため、常に激しい砲撃にさらされた。攻撃側のアメリカ軍は、遮蔽物のない中を突撃しこれらの丘に攻撃を、加えるしか方法はなく、被害が増大していった。 シュガーローフより望むホースシュートな橋がヤジャ川の徒下後、第22海兵連隊 G 中隊が、あざと川を目指して進撃中に、小さな丘に直面、これを占領するため、戦車一個小隊の支援のもと攻撃を開始した。この時点でこの丘は、戦略上重要視されておらず、単に進撃途中の一拠点であった。しかし、丘に向かった G 中隊は、 日本軍の十字砲火を浴び、戦車隊も激しい対戦車攻撃で前進を阻まれ、煙幕の中を撤退せざるを得ない状況に陥った。日没までに半数以上の兵士が死傷したため、G 中隊は事実上壊滅した。この日、E 中隊と F 中隊の2個中隊を持って丘を攻撃したものの、前日の G 中隊と全く同じ状況に陥った。にたどり着いた両中隊は、 激しい日本軍の十字砲火を浴びて、後退を余儀なくされた。この日、シュガーローフの攻撃を担当していた第22、海兵連隊、第2大隊は、前日までに消耗していた配下の E 中隊、海中隊、G 中隊の全兵力を使って、シュガーローフの攻撃を完工した。日没までに、海中隊は丘に張り付いたが、激しい日本軍の攻撃の中、 大体本部と連絡が取れなくなってしまった。大体爆料のコート認証者は、日没後、大体の残存兵力を結集しよかの救援に向かったが、激しい日本軍の迫撃砲攻撃で、兵力は見る間に減少していった。大体本部は、深夜になって、水事兵や通信兵、憲兵をかき集め、丘に送り込んだものの夜半には丘を維持できなくなり、さらに午前三時頃には、 新たな増援として、軽中隊を送り込んだ。しかし、日本軍は攻撃の手を緩めず、頂上部では両線を挟んで、激しい手榴弾の投敵合戦が続いた。コートニー少佐は、この晩の戦闘で戦死し、後に名誉勲章が授与された。夜明けとともに、第29海兵連隊の D 中隊が、シュガーローフの救援に向かい、他を維持していた部隊と交代した。 しかし視界が効くようになった日本軍は、周囲の丘から、シュガーローフに十字砲火を浴びせて、海兵隊を、シュガーローフの周辺部からも一掃してしまった。第29海兵連隊 D 中隊には、カレッジフットボールのスター選手、通称アイリッシュこと、ジョージ・マーフィー中尉がいたが、この日の戦闘で戦死した。さらに、この朝、大隊本部を、日本軍の迫撃砲弾が直撃し、 大隊長や通信兵、戦車中隊長が戦死し、配下の中隊長も負傷してしまった。ようやく米軍は、二つの丘からなる日本軍の防御網の全体像を把握し始めており、シュガーローフ、ハーフムーンを同時に攻撃しなければ、残った丘から十字砲火を浴びて、撃退されてしまうことに気がつき始めていた。このため、この日は、一個連隊もの兵力を動員しての、 総攻撃を実施した。しかし、首里高地からの砲撃も含めた、激しい日本軍の攻撃の前に、支援の戦車隊は次々と撃破され、またしても、不評部隊は十字砲火を浴びて、撃退されてしまった。さらに、撤退途中の部隊にも容赦なく銃弾が浴びせられ、死傷者は増大していった。結局、この日も丘を掌握できずに、第六海兵士団にとって、 最悪の1日となった。この日は、第22海兵連隊及び、第29海兵連隊の部隊により、再び連隊規模の攻撃を実施した。しかし、海兵隊は、またしても日本軍の激しい攻撃により、シュガーローフを制圧できなかったが、日没までにハーフムーンの一部を掌握し、翌日の攻撃路を確保できた。日本軍も、絶え間ない艦砲射撃や空爆。 あるいは、夜間の切り込み攻撃により、かなり消耗しており、陸軍の正規兵の姿は少なくなり、海軍の支援部隊や、沖縄の義勇兵がかろうじて戦線を維持している状況になってきた。第29海兵連隊は、前日の攻撃で、ハーフムーン北側の侵入路を確保しており、有利な位置から攻撃を開始した。すでに、日本軍の対戦車も消耗していたため、 この日、初めて、シュガーローフの南側まで戦車隊を前進させることに成功し、一気にシュガーローフを占拠、反対側の斜面を戦車隊が相当し、ついに、シュガーローフが、米軍側に手に落ちた。その後、第6海兵士団の最後の予備部隊の、第4海兵連隊が、投入され、一隊を掌握した。非分北方から見た、シュガーローフ・シュガーローフは現在、 沖縄都市モノレールのおもろ町駅西側にある、朝戸排水地公園となっており、碑文が設置されている。周りの高地の大半は開発のために消されたが、シュガーローフ高地の一部が残され、高地に浅戸八幡宮、ホッケ教授、カトリック、朝戸教会など、複数の宗教施設があった。ありがとうございます。